エローテラリダ女王の前にひざまずくポリフィーロ、ヒュプネロトマキアポリフィリは、1499年に、ベネツィアで出版された、イタリアルネサンスを代表する、差し入りの本で、主人公、ポリフィルスが、夢の中で、不思議な動物や妖精などに出くわしながら、恋人ポリアを探し求める物語である。ポリフィロの夢とも呼ばれる。 ヒプネロとマキアとはギリシャ語のヒプノスエロスマッヘで、つまり、題名は、ポリフィーロの夢の中の恋の戦いという意味になる。印刷史初期の本としても有名だが、陰キュナブラの中でも、特に名高い差し入りの本である。初期ルネサンス様式で描かれた緻密な、規範画の挿絵を伴う、拡張高いページレイアウトのデザインは、グーテンベルク基準と比べられる。 内容は、謎めいた、不可思議なアレゴリーで、主人公ポリフィーロは、夢のような景色の中でエロティックな幻想を追い求める。ヒュプネロとマキアポリフィリの初版は1499年12月に、アルドゥス・マヌティウスによって、ベネツィアで印刷された。作者は匿名だが、オリジナルの各章の最初にある、複雑に装飾された文字はオりくになっていて、通して読むと、イタリア語の、 ボリウムフラーテル・フランシスクブス・カルブムナ・パラメービトと読むことができ、そこから修道士のフランチェスコ・コロンナが作者だと解釈されている。しかし、研究者の中には、レオン・バッティスタ・ールベルティ、あるいはロレンツォ・デ・メディチを作者とする者も,もいる。ごく最近では、印刷者のアルドゥス・マヌティウス、あるいは、同盟偉人のフランチェスコ・コロンナとする意見も現れた。 挿絵画家についてはさらにはっきりせず、出版当時には、ベネデット・ボルドンと考えられていた。1545年には、アルド印刷書から第2版が出版された。ヒュプネロとマキア・ポリフィリのテーマは、クアトロ・チェントの貴族たちに受けの、良かった、宮廷の愛、騎士道物語の伝統に沿ったものである。ピラミッド上の寺院本文は、キッカイなラテン語由来のイタリア語。 ラテン語とギリシャ語を語源とする造語で書かれている。そこには何の説明もない。他にもイタリア語が語源の語や、シエにはアラビア語やヘブライ語が使われている。作者は自分の使おうとした語が不正確な時にも新語を作った。物語の舞台は1467年で、主人公ポリフィーロは恋人のポーリアを探して牧歌的。 古典的な夢の世界をさまよう。作者のスタイルは懲りに凝っている。インキューナブラの中でもその美しさ、特にタイポグラフィの質と明瞭さは有名である。活字書体はフランチェスコ・グリッフ,フォの作で1495年にアルドゥスがピエトロ・ベンボのデトナで最初に使ったことから1928年に スタンリー・モリソンが復刻した時、ベンボという活字名になった。テキストが熱を帯びて語るポリフィーロの冒険の場面、建築物を描いた168の美しい規範画の、挿絵はこの本の見どころである。殺風景であると同時に華麗である、ラインアートの集大成と言えるものである。心理学者、カール・グスタフ・ユングはこの本を称賛したが、この本の夢のイメージは、ユングの、 原型理論を予言するものだと言われている。木版画刺し絵のスタイルは、オーブリー・ビアズリー、ウォルター・クレイン、ロバート・アニングベルといった19世紀後期のイングランドのイラストレーターたちに影響を与えた。空想的でありながら、古代建築や錬金術、植物学といった幅広い教養を背景に描かれており、当時の人にとって、 古代世界に関する一種の百科事典的存在でもあった。ポリフィーロは眠れない夜を過ごしていた。原因は恋人のポーリアが避けていたからである。ポリフィーロは荒涼とした森に運ばれ、道に迷う。ドラゴン、狼、乙女たち、様々な巨大建造物と遭遇しては逃げ、眠りに落ちる。目覚めると第二の夢の中にいる。ポリフィーロは妊婦たちに、 女王のところに連れて行かれる。そこで、ポリフィーロは、ポーリアへの愛を告白するよう言われ、そうする。それから二人の妊婦に三つの門のあるところに、案内される。ポリフィーロは三番目の門を選び、門をくぐると、そこで恋人を見つける。二人は婚約するために、妊婦たちに寺院に連れて行かれる。その途中、二人の結婚を祝福する五つの勝利の、行列と出会う。 その後、二人は、スイフのキューピッドと共に橋家に乗って、キティラ島に連れて行かれる。そこでも二人の結婚を祝福する別の行列を見る。物語は続いて、ポーリアの視点から、ポリフィーロのエロトマキアを描写する。本の1、午後に再びポリフィーロの視点から、物語は語られる。ポーリアは、ポリフィーロを拒絶するが、キューピッドが、幻となって、 ポーリアの前に現れ、ポーリアを無理やりポリフィーロのところに戻させ、キスさせる。ポリフィーロは恋人の足元で死んだように気絶する。意識が戻ると、ビーナスが二人の愛を祝福し、最後に二人は結ばれる。ポリフィーロがポーリアを腕に抱こうとした時、ポーリアが後方もなく消失する。そこで、ポリフィーロは夢から覚める。 渋沢達彦の役語ネルバルの作品と、ヒュプネロトマキアポリフィリの比較、マセレイコ、筑紫女学園大学、筑紫女学園大学短期大学部起用後、81から92、2015マルツォの、聖なる森を訪ねて、桜井浅見、清い論争、2013年7月19日、ヒプノロトマギアアットアニメーター、RU1449 年のオリジナル版に、 関して1592年の英訳版に関して、フランス版に関して、背景並びに解釈に関して、ありがとうございます。